RENG こちらは電話レンジかっこ仮です。マユシーの声聞こえてきた？少し黙れ。マユシーガイダンスが聞こえなくなる。こちらからタイマー操作ができます。シャープボタンを押した後、温めたい秒数をプッ、例えば1分2分ならシャープ120です。綺麗なターンテーブルだろう。普段と違って逆回転してるんだぜ。それなに、逆回転？そこに重大な意味があるかもしれない。漁師の振る舞いにも影響してくる問題であり、運転の規則を導入して。あるわ、ねえよ。ないか。ないね。そうか。ゲルバナの出来上がり。ダルよ、このバナナ食べてみようとは思わないか。思うはずだ。我らの2年達成の犠牲となり散ったダルに敬礼。すげえまずそうじゃん。味は関係ない。食べることに意味があるのだ。さあダルよ、遠慮することはない。骨は拾ってやるから思い切ってズズイと行くがいい。いらね。ではマユリ、お前にその名誉を譲ろう。なんかね、ゲルバナは中身がデロデロでブニュブニュだったよ。味もしないし、全然美味しくなかった。デロデロでブニュブニュか。ダルよ、どう思う？
ブニュブニュバナナか。ブニュブニュのバナナ。マユシ、あなたのバナナ、ブニュブニュだねって言ってみて。ダルくん、ダルくん、鼻血出てる。いいから言ってみてください。お願いします。あなたのバナナ、ブニュブ。言わせるな、低能学。ゲル状になったということは半固形、すなわち分子同士の結びつきが弱くなっている可能性がある。そうか、わかったぞ。俺たちは冷凍機能だと思い込んでいたが、実は違ったのだよ。さあお前たち、なんだってと叫ぶがいい。ここは叫ぶところだ。冷凍機能じゃないのは分かってるっつーの。問題は、じゃあこの機能って何ぞ、何が起きてんのってことじゃん。冷凍の逆なら解凍じゃないのかな。実に愚鈍な意見だな、マユリ。それでは普通の電子レンジと同じではないか。じゃあどういうこと？それが分かんないから悩んでるんだお。ご覧ください。秋葉原駅前のビルに
謎の巨大物体が墜落しています。現在警察による規制が敷かれ、ビルの前まで行くことはできませんが、遠くから見る限りでは墜落した物体は人工衛星のように見えます。